はい、こんにちは。今回は300円でね、まあ、安く買ってきたものがございまして、納車したものがございまして、まあ、こちら、ちょっと、説明がちょっと間違ってましたら、まあ、申し訳ないんですが、こちらですね、トヨタの86、まあ、レーシングカーということで、確かこれ、協賞が出されたんじゃないかなと思うんですけども、の車です。でこれは86のガズールのものではないかなと思うんですが、これは2014年のニュルブリング24時間クラス優勝を果たした、前期型86のレーシングカーをモデルとする。で限定生産のコンプリートカーでして、かつてレクサス LFM を手掛けた。で愛知県の元町工場にて100台限定で生産されまして、価格は648万円と、まあ、高額だったんですが、3000人もの応募が殺到して、ニュル実績導入された専用の空力パーツやサスペンションの設備、特性強化や軽量化などがなされており、エンジンもチェーニングにより200馬力、205NE から219、217NE に強化された。でまた、86GRNN の開発レーダーチームは KOKI86 にもまあ生かされているといった感じではないかなと思うんですけど、もし間違っていたら、ちょっと間違って、どこかで間違って情報だったら申し訳ないんですが、まあ、確かそんなような情報だったような気持ちがあります。で、その等のまあ車になりまして、まあ、なかなかこれもね、あの非常にレーシングカーのまあ特徴を、86レーシングの特徴をよく捉えているかなと。いった、ところがあって、まあ、結構いいデザインにはしてるんじゃないかなというふうに思いますね。でこういうふうになっていて、なかなかの、良い、デザインで、これもこれで悪くないなと思います。ただ後ろのちょっとミラーの部分がね、ちょっと壊れかかってるっていうのがちょっと残念なところかなというところではあるんですが、まあ、なかなかの迫力のある仕上がりになっていて、まあこれもこれでね、非常に良いなと思う部分のある、まあそういった感じの車に仕上がっていて、まあそういったところが、まあこの点の車の気に入っているところかなというところでございます。どうもありがとうございました。